寒川ネズミ骨11月3日から1954年8月18日は、正岡式文下の廃人。病床のホトトギスにはべり、遺族を見守り、遺木、遺構の保存に尽くした。元いよ松山藩士寒川朝日と八重との三男として、現、松山市三番町に生まれた。本名要項。豪のネズミ骨は粗骨に通じるという。 1888年、番長小学校から県立松山中学校に入った。1893年、三校の前身京都第三高等中学校へ進み、川戸壁五島、高浜巨子と同じ下宿に住んだ。壁五島が二つ、巨子が一つ年上である。三人して、郷土松山の先輩、正岡式を敬いしたい。 日本新聞の俳句ンへ投稿し、仙者のホトトギスの線を受けた。参考を1895年中退し、京都日の出新聞の記者になった。指揮をしたって上京したり、大阪朝日新聞に勤めたりしたが、1898年、陸活南社長の了承と、指揮の勧めで、日本新聞記者になった。 その時の、最も少ない報酬で最も多く最も真面目に、働くのが偉い人なんだというホトトギスの教えをザウの命とした。1899年、田中正三を取材で知り、彼の足尾高読事件への取り組みを、紙面から支援した。指揮案に出入りした。単行本、日記文を刊行した。1900年、日本新聞の社説が、 第二次山形内閣への管理布告罪に問われ、雑誌の署名人だったために、15日間収監された。その体験記、新州人を、翌年出版した。1902年9月、四季の臨終を見取り、その葬儀の執行にも参画した。翌年から、俳句の入門書を多く出版した。日本新聞を知りいた。1913年、山谷虎蔵の弟。 徳次郎の週刊誌、異界時報の編集者になった。1914年、成協者の客員となり、日本及び日本人誌を編集した。日本新聞の俳句戦者にもなった。傍たら、1918年頃から、日本演芸界の会の開始の編集もした。1918年、柴田商局を門弟とした。この年、ほととギス社が始めた。 宝井企画の五元集の臨交会の座長となり、下役上昆願十八の自宅を主会場にした。柴田に筆記、編集させ、その各研究の名でホトトギスに連載した。1921年に終わった。1920年から1922年にかけ、長井千、石川千代松、宮入慶之助、宇野哲と、川口江海らが書き寄った。 調整不老研究録の構成、発行事務を受け持った。1924年、式の命日の毎月19日に、式案課会を催すことに定め、その記事を日本及び日本人史に載せた。前々からの式案を保存し、式の偉業を伝える案件が、1923年の関東大震災後に具体化し、敷地買収や世の収む改築作業が、 1926年に、ようやく終わり翌年落成した。その資金に、式前集15巻を、アルスから出版した。壁ごとを巨、巨子、カトリ・ホズマが、編集委員となっているが、実務は、ネズミ骨と小曲とによった。1928年、式案の隣に移り住んだ。1929年、ここ5年間の式案課会の歌を整理し、歌集。 我が草を編んだ。1930年、蕨慎一郎の弟直次郎と共に、四季案加の機関士として赤雲を創刊した。太平洋戦争中も、歌会を続けた。1945年、4月の空襲に、自宅も四季案も焼かれたが、ネズミ骨が提案し設計して建てた土蔵に保管した、四季の遺品、高本類は守られた。 10月には歌会を再開した。離災した、聖協者の今後を儀することもあった。1946年9月焼け後に、仮宅が立つまで、斜め向かいの書道博物館に架空して、舞赤月土像を、東南から守った。1947年、式案を再建する資金に、式選手全六巻を編み、その出版を1949年春に、 再建を1950年にしまえた。そこに住み、9月19日のホトトギスの小月命日の、四季期その母、妹の会期の法要を、続けた。三会社がヘリー間隔が開いたけれども、四季案会を続けた。生来巨弱で、直腸強作人炎タン蛋白尿、神経痛を病んでいた。1951年から、歩行困難となり、 式の行事には合唱のまま参加するようになった。1954年9月の式期を気にしながら8月18日肺炎のために没した。ネズミ骨案発信無双孤児。墓所は葛飾区検証寺である。自分の苦衆は甘なかった。戦時中に休館し1953年に復活した赤雲は1955年に終わった。 印の後は、開版、復刻など。国会図書館 NDL オープック検索、松井幸子、写生文と小説の間、四季、ネズミ骨、巨子、柴田小曲、内輪のが、岩波文庫 p 三320人日本の古本屋の、サイト。ありがとうございます。